では引き続き、はい、超井戸ブロック、このブロックでいうところの3つ目、はい、暗示される機能ですと、うん、この超井戸ブロックというのは無意識で苦手だけれども、うん、価値を感じているので何でも鵜呑みにしたり人任せにしたりしやすい部分で自分の望みや自己実現に関わります、うん、なんかちょっとニヤニヤしちゃうんですよね悪口言われてるみたいで、はいはい、ではまず暗示される機能をかける外交論理、うん、なので強弱は低いが価値は高い、価値は高い、うん、価値は高い、そうなんですよ、うん、暗示される機能をかける外交論理は、うん、ESI と EII ですと、うん、特に強い外交論理への憧れがあります、うん、まあ、内向的な人ですからね、はいはい、知性的に見える人や、うん、裏表がない人、うん、面白くて、うん、自分が生産性と効率性を高めるのに役立つような事柄について、うん、知識を共有しようとしてくれる人に魅力を感じますと、うんうんうん、完成された分析よりも、うん、信頼できる情報の方に魅了される、うん、つまり結論として出された正解解決策よりも、うん、事実や説明の方を好むということですと、うんうん、同じ理由で当てにならない情報や、うん、単に間違っている情報を発信したがる人たちを避けますと、うん、この2つのタイプは SEI と IEI 同様に自分ではどの情報を信用すればいいのか見極めませんと、うん、鼻から捨ててるんですね、うん、人から聞いた情報何でも鵜呑みにしやすいので、うん、信用できる情報を教えてくれる人を好み、うん、逆に信用できない情報を教えてくれる人を避けようとしますと、うん、なんかね、この辺ですごいピンときくるのが、うん、体調って、はい、まあ右左の問題で言うと、うん、多分右の人が言ってることも、うん、左の人が言ってることも、うん、多分普通に聞けますよね、はい、要は嫌なことを言ってるなっていうのも聞ける、うん、嫌なことっていうか嫌なことっていうとごめんなさいね、僕の言い方が悪かったので、じゃあ体調が仮に、はい、仮に右の人だとします、はいはいはい、超右の人だとします、うんうんうん、だとすると、うん、超左の人が発信している YouTube を見ることができますか、うんうんうん、多分できると思います。普通に多分見れますよね。何を言ってるんだろうぐらい、何を言ってるのかなっていうのを知りたいだけなので。知りたいと思う、知りたいと思う。僕は見たくないんですよ、うん、ああ、自分の意見と違うのは、うん、なんて言うんだろう、駆られるんですね腹が立つ、腹が立つのと日本が危ないみたいな、うんうんうん、不安になるんですよ。はいはいはい。あ、まあ、自分の価値観の否定みたいな。それもあります。うん、だ全部があるんですよ。うんうん、そこには。うん、で彼がなんかその登録者が何百万人いたりすると、うん、もう大変ですよ。だから僕は多分言ってることですよね。はい。言ってることが納得できるかできないかだけなので。もう今外交論理の話をしてますよ。はい。はい、で、ま、納得できなければそれは納得できないっていうだけの話ですもん。っていうところですね、はい、出てますね、はいはい、では動員する機能、うん、かける外交論理 SEE と IEE ですね、うん、強弱でいうと2つぐらいで、まあ、低いが価値は高い、はい、私ちなみに、うん、自分でソシオニクスの判定をしたときに、はい、SEE となりました、はい、で人から、うん、信用できる人から IEE と言われ、うん、ここ両方ともここにいます、はいはい、動員する機能かける外交論理、うん、個人的に関心のあることや、はい、自分をより効率的で生産的にしてくれることについての事実的な知識を集めることに熱中します、うんうん、してる感じ、はいはい、しかし、うん、正しい情報を発見したり、うん、選択したりする自分の能力に確信が持てないので、うんうん、その分野において能力がありそうで、うん、自分を安心させてくれる人に魅了される、うんうんうん、この2つのタイプも情報の正しさを見極める能力に自信がなく、うん、人の助けを必要としますが、うん、あくまでも求めているのは後押しです、うんうんうん、あ、だからこの自分の思想に合う人のをつかみに行こうとするみたいな、はい、うん、で高須委員長にフォローされると、うん、言っていいんですねって自信を持っていいんですねみたいな、はいはいはい、うん、
だからこの辺が、はい、パリ私は IEE だとすると、うん、諸説あるが、うん、ESENFP かもしれないですね、はいはいはい、ちょっとこの辺はねなんか落ち着きつつあります、うん、この辺でこの辺はしっくりきますよね。あ、体調から見ても、はいはい、なんかこの辺でわちゃわちゃしてる感じは見受けられる、うんうんうん、まあ、S か I かは、まあ、N か S か直感か感覚かについては、まあ、まだ微妙なところはありますけど、はいはい、ですね、はい、はい、では最後ブロックでいうところの4番目井戸ブロック×外交論理、はい、この井戸ブロックは自身の基盤や防衛本能に関わる機能で、あの扱いは得意だが大した価値を感じておらず自覚も薄いところですと、うん、無視された機能×外交論理は LII と LSI ですね、うん、この無視された機能×外交論理LII と LSI は外交論理を重視しませんと、うん、外部から事実的な情報を探すことに精通しており、うん、情報の目利きには自信があるが、うん、データを集めるのはあくまで二次的なことであって、うん、一番大事なのはデータを矛盾ない論理的な体系に当てはめること、うん、彼らにとっては事実と事実の関係を分析することなく、うん、事実をただ並べることは、うん、とてもくだらなくてつまらない作業、うんうん、効率と生産性に価値を感じているが、うん、人が明確な手順に従わず、うん、動いたり進めたりするなら、うん、効率や生産性は実現されるわけがなかろうと思っている、うんうん、この2つのタイプは情報を見極めたり集めたりするのが自信があるが、うん、もうくだらなくてつまらないと思っていて、うん、効率や生産性は明確な手順を定めることで初めて達成できるものだと考えていると、うんうん、はい、もうちょっと僕の中ではね、うん、何を言ってんのかが、まあ、効率を求めるにはこの手順でっていうのを明確に定める必要がありますって話ですよね、はい、まあ、そのまま言いましたけどじゃあなんかね、はい、僕はどうしても、うん、人は普通、うんのベーシなんていうの、うん、もう普通の動きは効率的だと思ってるんですよ、うん、本当、まあ、作業効率で言いましょうって話ですよ。仕事をするにあたってこの仕事はこのような手順を踏んでやるのが一番効率的ですよねっていうのがあるわけじゃないですか、はい、これ私はこういう風が効率的みたいないう基準じゃなくて、もう実際にみたいな、こうやってやったらこんだけ時間が短縮できるよみたいなのがあるわけじゃないですか。まあ多分ね、説教されてるみたいに映ってますよ、はい、今っていう手順があって、でもこの人たちは結局そうやってやらない人がいるんだから、そんな考えるの意味ないよね、価値観低いみたいな、ね、説教してもね嫌な風に映らないんですよ別に説教してないですもん。なるほど、はい、なんか怒られた感がしますけど、間違ってるって言われた感がしますけども、いやいや引き続き、はい、はい、では一番最後、証明する機能×外交論理は ILE と SLE ですと。この ILE と SLE は LII と LSI 以上に効率性をさらに軽視します、うんうんうん、利用可能な外部の情報と照らし合わせるという意味で、情報や主張や行動のどの側面が事実として正しいのかははっきり分かりますと、うん、しかし主導する NE、うん、SE、まあ、一番上の人たちかな、うん、によって培われた概念を追求するときには自分の中の論理的な一貫性と比べれば、うん、事実の正確性は重要ではないと考える傾向にありますと、うんうん、また情報を公表する際にも探求したい NE 的なアイデア、うん、要は外交感ですね、うんうんうん、的なアイデアや高めていきたい SE 的な力があるときには、うん、事実に焦点を合わせることは無意味な行動だと考えますと、うんうんうん、あ、なんか言ってることはなんとなくわかります。まあ要は SENE が強い人たちだから、はい、そっちを優先するって話じゃない、事実や、うん、あの直感で感じたことの方が論理、うん、あの効率性とかよりも大事だろってことを言ってる、うん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 、どう実現させるかとか、その時に効率みんな効率的に動いてるんじゃないのって、効率的に動くとかっていうよりは、はい、例えば可能性の人だったりするわけじゃないですか、はい、
そうすると可能性を追うっていうのは効率的じゃなかったりするわけじゃないですか。まあね、うん、でもう生産性はそっちやったら高まるのは分かってるけど、俺はこの研究をしたいんだみたいな、外部の情報と照らしながら、うん、どこが事実として正しく、うん、正しくないのか、うん、という見極めることに長けてる、うん、しかしこの2つのタイプは重要だと思ってない、うん、この事実に注目するのを無意味な行為とすら考えますと、うんうん、なるほど。そう、僕もねこれを聞くと、うん、なんか自分がやってることがね、はい、動員する機能にあったんですよ、うんうんうん、強弱は弱いですよ外交思考を持ってる、うん、はい、価値は高い価値は高いですもんね、第一に決まってるんですよっていつも言ってますね、論理は。で僕は賢く見せたいんですよ、うん、羨ましいってずっと言ってますもんね、うん、で、あなたは思考型ですねって言われるとなんか成就したんですよ、はい、願いが、はい、叶ったって思うんですよ、はい、うんうん、出てましたね。